おはようございます。すみません、急に。ママ、車出していいよ。オケマル。今日縛れるしょ。何も遠慮しないで、自分家みたいにくつろいちゃって。ギャルだ。というか、お母さん？お姉さんじゃなくてお母さん？そして冬木さんにそっくり。これが血脈の力。翼さん家は豪邸だから、うちの車じゃ狭くてくつろげないでしょ。いや、そんなことは。え？この子が最近ミーがよく話すお城みたいな家に住んでるお坊ちゃま？お坊ちゃま？したっけ。もっとちゃんとメイクしてくればよかった。もうママ何翼にアピってんの？アピ？そっかそっか、君が噂の翼くんか。へえ。なんだこのもどかしさは。翼くんはさ、地元に彼女とかいるの？か何その慌てっぷり。ごめん、大丈夫？いや、筋肉痛で。したっけ、あれだね。翼とはあんまり激しい運動できないね。いや、言い方。ミーは体力あるからね。一日中ぶっ通しでも平気だもんね。こっちもなかなか。冬木さんは元気だね。うちは全然平気。そうなんだ。彼女とかはいません。もったいない。いえ、もったいないって言われても。うちのミーはどう？面濃くない？ちょっとママ、恥ずいからガチでやめてよ。この感じ、冬木さんと初めて会った頃を思い出す。だって翼くん、うちのパパに似てて面濃いんだもん。ママ久々にキュンキュンしちゃう。ミー&ツバチのミツバチカップル、生の面濃いと思うんだけどな。勢いが怒涛すぎてどう反応していいかわからない。ママ、いや、そんなガチで怒んないでよ。初めてツバチに会えて上がっちゃったんだもん。冬木さんって怒るとこうなるんだ。全然怖くないけど気をつけよう。